確認できたのは半年前の意味不明なオーダーだけ。あれが私の今後を左右する情報？インテリの考えることはわからない。救難艇はすぐ近くね。もう帰らせてもらうわよ。よりによってエンジンを撃つなんて大丈夫？主要機関損壊、速やかに避難してください。この調子じゃ長くは持たないわね。救難艇は望みゼロ。作戦変更だわ。上に行くしかないわね。魚雷発射管室へ行かないと。これもあなたの欲求なの？始末。
ついてると海の無骨だ。そろそろ限界みたい。縄文だけじゃ動かないみたいね。魚雷を使うにはまず電源の復旧だね。何度見てもグロテスク。なるほど、水の中までは来ないのね。よし、電源は戻った。消耗に続くおねだりは何かしら。ここも限界ね。そろそろ退場の時間だわ。オッケー、電源が戻った。まもなく悪海進路2500
ピーマイクに向かい質問に答えてください。あなたの名前は？今忙しいの、後にします。あなたの名前は？わかった、付き合うわね、エイダモン。認証しました。エイダモン、半年前イルニアで数々の人体実験を行ったわね。シモンズのオーダーだったとはいえ、実行したのはあなた自身。その罪をどうやって償うつもり？半年前の移動に行った覚えもない。シモンズとは縁を切ったの。償うべきことはないわ。認証しました。私はあなたの全てを知っているのよ。何もかもあなたが望んでいるもの、混沌の世界。そうでしょ？何もかも知ってるなら確かめることないでしょ。混沌の世界なんて考えたこともなかった。でもシモンズが苦しむんならそれも悪くないわね。認証しました。完璧な返答。じゃあ最後の質問よ。準備はいい？その前に私から質問。あなたは誰？認証しました。あなたの質問に答える義務はない。最後の質問よ。なぜ戦うの？さあ、なぜかしら。ウイルスという存在に呪われているのかも。素敵な回答だわ。 ID 認証は終了。シモンズが待ってるわよ。ゲームはこれから、楽しみだわ。ID 照合が完了しました。ロックを解除します。やっと終わった。前のメッセージだけよ。そりゃ重要なヒントじゃないか。どうした、まだわからないのか。では教えてやろう。明日アメリカがバイオテロ攻撃を受ける。次が中国、その後全世界の主要都市が次々と同じ被害に遭う。犯人はネオ・アンブレラのリーダー、エイダ・ウォンだ。私がおとなしく利用されると思ったら大間違い。覚悟しなさい。